争のための平和か、平和のための戦争か。世界は再びこの問題に直面しています。太平洋戦争が終わりを告げてすでに7年。史上かつてない破壊と殺戮を生々しく体験した日本人は今果たしていずれの方向に進もうとしているのでしょうか。昭和20年8月の南方戦線、その頃すでに軍隊としての統制を失った日本軍、奥地へと後退を続けていました。私も生き残った部下を集めて、あてもなくジャングルをさまよっている時、自暴自棄になった日本軍の犯した虐殺を知って、私が現場に駆けつけた時には、あの水筒が君の犯罪の重要な証拠物件になってるんだ。じゃああの時私の足に取りすがった瀕死の男を見捨てていた私は無罪だったのでしょうか。そんな私には意外です。誰かその時の君の行動を有利に証言する証人はないかね。例えば君の部下でも。部下は全部死にました。そうか。じゃあ、あの虐殺は誰がやったのかね。知りません。しかし日本軍隊の誰かがやったことです。誰かがその罪を負わなければなりません。あの女の証人は君が部下に命じてやらしたんだと強く主張してるんだもん。罪のない恋人を殺されてあの人が日本軍隊を憎む気持ちはよくわかります。私にもどうしたのかね。残してきた愛人があります。そうか。しかしこのままだと君はひどく不利な立場に置かれてるんだが、誰か証人はないかね。神の前では私は無罪です。門天ルパの冷たい鉄格子の奥には幾多の戦犯死刑囚がすでに自分のものでない生命を生き抜きながら今日も生きています。戦争が終わっても未だに生きる希望さえ絶たれて新しく帯同する世界から忘れ去られた人たちなのです。生きている死刑囚、昨日14人の仲間が公衆台に消えて、私はひとしお自分を生きている死刑囚と意識するのです。
5億2、30分。私の目の前を静かに足を運んでいった人たちは、死を覚悟した人間の厳粛な表情にみなぎっていました。私は一日でも長く生きている者として、この人たちに無言の別れを告げて見送ったのです。冷たく反響するその人たちの足音、いつか形状の方へ消えていきました。祖国へ向かって、父や母や兄弟のいる祖国へ向かって、最後の決別を告げながら、この人たちの命を戦争犯罪人として講師台に消えていったのです。講習台へ登るのは13の階段です。いつの日か私もこの階段を登るのです。前後6時間かかったわけです。昨日まで74人分配られていたパンが、今朝は60人分しか配られませんでした。そのパンを一口一口ゆっくりと噛みしめながら、自分は今日もまだ生きている、まだ生きているのだと思わずつぶやいたのです。秋晴れの武蔵野はどんなにか美しいことでしょう。そこにある一本の木にも、一村の草にも、みんな私の思い出がこもっているんです。あの池のほとりには子供たちが今でも楽しそうに遊んでいることでしょうね。ふと思い出から覚めると、私は青い死刑囚の服を着て独房の中でパンをかじっているのです。いずれその時は来た、私も立派な最後。でもそれは一体勇気なのでしょうか、それとも諦めなのでしょうか。お父さんや光子さんを思い出すこと、時に苦痛でもあり、ある時には僕のこの世への執着を静かに諦めさせてもくれるのです。正一はまだ生きと。光子、わしはなんだか正一がこのまま死なぬような気がしても、そんな気がせんか。お前はな、あんたを正一の本当の嫁と思ったんじゃ。たとえ式を挙げなくとも、親同士約束までした仲だからの。
あのお夕食はお茶の間に。うん。あの今日夜学に参る日なんですけど。夜学？はい。せっかく正一から手紙が来たというのにわざわざ出かけんでもよかろう。でも行きたいなら勝手に行きなさい。お父様。分かった分かった。この間、私はある商店のショーウィンドウの中で、長い間見たこともなかったものを見ました。それは、何段にも積み上げた、国防色の細長い布を巻いたもの、つまりあのゲートルです。なぜ何年間も見なかったものが、今頃姿を見せたのでしょうか。ゲートルは現在でも何かの職業の人々の必要品として使われているのかもしれません。しかし、それを見て、何よりも先に、かつての帝国陸軍が、鉄カブトが、そして防空壕が思い出せるのはなぜなんでしょう。あるいは、私の物の見方があまりにも再軍備ということにとらわれすぎているのかもしれません。しかし、これもまた私一人だけではないと思います。それは、最近の政治の動きが強く私たちを刺激しているからではないでしょうか。でも、政治というものは、私たち市民とかけ離れたものではなく、私たちのための私たちの政治であるはずです。私たちの生活こそ政治に直結するものではなくてはならないはずです。今日の解説はこれで終わります。さようなら。ただいまの解説は河合道夫さんでした。どうもご苦労さんでした。遅かったですね。何か。いいえ、別に。僕、美津子さんのそんな顔が一番好きだな。あら。だって、僕の生徒が僕に怒られた時、ちょうどそんな顔するんですよ。うん、まあ、昼間は子供たち教えて、夜は夜学。まったく疲れますよ。でも、お偉いわ。また居眠りしたらノート取れますよ。え、いいわ。では、今日はマンスフィールドのガーデンパーティー、テキストの23ページでしたね。ミツコさん、夜学に行きよ。おお、ミツコさん、なかなか偉いですね。手紙だ、ショイツからの。ショイチから手紙が来たというのに、さっさと出かけて行きよって。しかし、ショイチが生きてる死刑囚なら、ミツコさんだって。バカな。わしはショイチがかわいそうでならない。ミツコが武士の妻のように、じっとこらえて、いざという時にもうろたえないだけの節操を持っていてくれればいいのか。それが近頃、何か不安と押し付けがなくなってしまって。でも、光子さんはまだ若いんだし、
それに正一とは一日の夫婦生活もしてないんですよ。大学に行くぐらいのことは。何を言うか。正一はな、今の今にも死刑になっているかもわからんのだぞ。それになんでお前はゲートンの話かなんかで戦争は嫌です、ごめんです、まるで女の泣き言みたいなこと言うって。度胸があんならマイクの前で戦犯第一号は原子爆弾だぐらいどうってみ。お父さん、原子爆弾に対してはアメリカというよりは世界の両親が深い反省をしていると思うんです。ですから戦争で犯した罪悪は僕たち日本人もいつまでも反省し続けていかなければいけないと思うんです。お前が正一の死刑が当然だというのか。いえ、そんなこと言ってるんじゃないんです。日本はまだフィリピンに対して賠償の義務さえ果たしてないんですよ。戦犯の問題と正一個人とはおのずから別のことです。正一の場合は不幸な偶然です。バカ者、正一の兄としてよくそんな冷たい理屈にこだわっとれんな。しかしお父さん、黙っとれ。わしも元軍人じゃ。正一にもお前にも立派に死んでこいと言ったはずだ。戦死ならわしも本望。しかし死刑、死刑とは何事だ。しかも正一に代わって名乗り出る上官もない。それを思えば乃木と捨て捨ての両将軍などは戦争をしながらも部下を殺すのが何よりも辛かったのじゃ。水死への会見もつまりはそのヒューマニズムだった。昔からそういうものがあったんだ。生徒の前で面目丸つぶれ。お母ちゃん、良一先生にお辞儀しないの？いや、来年はいよいよ1年生だな。うん、うん、ねえ、母ちゃん、じゃあ何度買うの？しょうがないね。大人っ子遊んでくるんですよ、うん、はい、大変だな、あんたも。坊や、ご主人のことどう思ってんの？そのうち帰ってくると思ってますよ。だって、でも先生、お父ちゃんが戦犯になるなんてあれなんかの間違いですよ。で、うちのお父ちゃんそんな悪いことする人じゃありませんもん。で、ご主人は元何しさん？大工でした。とっても腕のいい働き者でしたよ。おお、まあ良一君を立派に育てるんだね。はい、主人が帰りましたらびっくりするほど。私もそれを楽しみにこうやって働いてるんですよ、先生、うん。君江さん、先生方にお茶を飲む時間だよ。はい。釣れた、おじちゃん。うん、釣れたぞ。なに、おじちゃん。おお、どこです、どこですよ、しめてきちゃん。こんにちは、おじさん。皆さんいます？うん。こんにちはね。昼間から悠々太鼓ごとなんて。おじさん、もう行ってね。送られちゃった。今早いの娘に直熱は。おじちゃん、ん、おっと、はははは、お姉さん、どこ？はい、私の冬の着物まだこっちに置きっぱなしだったね。ちょうどよかったわ。あら、どうして？私これからお兄様のうち行かなくちゃならないの。たけしちゃんが悪くなったからすぐ手伝いに来てくれって電報が来たのよ、お姉様から。へえ。じゃあ稼ぐってわけ。ね、はるちゃんお願い、お父様のご飯の支度してあげて。嫌よ、あんな保険親父大嫌い。
だって焼け出されて3年もこちらにご厄介になったんじゃない。それくらいのことしてあげるべきだわ。だってあの頃は余裕住宅を生産者に開放するのは当然のことだわ。あんな頑固親父でなかったらもう二三年いてもよかったんだけど、無理ってこっちにお母さんと二階住まいを始めてるのもんじゃないの。はるちゃん、なんてこと言うの。おまけにお姉さんまで人質に取られちゃうしさ。はるちゃん、私は人質じゃないとおっしゃるの。そう、お姉さんが今でも正一さんを愛してらっしゃるなら話は少しは変わってくるけどもね。愛してるわ。本当に愛してらっしゃるのね。一生このまま過ごしても構わないほど愛してらっしゃるのね。わかんないわ、私には。いつ帰ってくるかわからない人をおとなしく待ってるなんて。息子の嫁だ嫁だなんて表向き大事にされてるのかもしれないけど、実は手のいい女中じゃないの。はるちゃん、動揺して黙ってるないの。私はお姉様、あいつらってそんなにまでも自分を犠牲にしなくちゃならないの。私はこのままで嘘嘘だわ。お姉様苦しんでらっしゃるに違いないわ。そりゃ正一さんだってモンテンルパの牢屋の中でお姉様に私、お父さんの夕食の支度してあげるわ。ね、行ってらっしゃいよ、お兄様のうちへ。でも、どんなご飯が炊けるかな。だって、5回ぐらいしか炊いたことないなら。うん、本籍は熊本だろ。だからギリギリなんだよ。あと8時間しかないのね。正一さん死んじゃいや、ずっと帰ってきて。死ぬもんか。よし、じゃあ占ってみよう。ほら、大丈夫。絶対死なないよ。いや、そんなことでごまかすなんて嫌。正一さんだきっと生死ってことを真剣にお考えになってるはずだわ。光子さん、出征するからにはもちろん僕だって考えないでもない。しかし、僕たちが愛し合ってること、そのことの前にはもはや戦死ということも問題でないような気もするんだよ。正一さん、そんなロマンチックなことで救われるんだったら私だって苦しんだりしないわ。
ちになるまで私をどっか。光子さん、人間は死ぬ前に本当のことを言うものか、それとも嘘をつくものか、それは分からないんだ。でも、もし死ぬもんなら、綺麗に死にたいんだよ。おう、とても綺麗に。なんだ、泣いたりして。わかりました。僕は幸せだ。元気で行ってくるよ。私も習ってみるの。ねえ、正一さん、おんぶして。しばらくお休みしなきゃ。え？お家に御用ができたんです。これ昨日までのノート。お休みする間のは貸していただきますわ、後で。そりゃ責任重大だな。居眠りできませんね。どれぐらい休むんですか？わかりませんの。そうですか。寂しいな。みつこさん、早くしてね。はい、ただいま。あ、ついでにシップもお頼みしてよ。はい。ああ、暖房にしないでね。今やっと寝たところだから。よく寝てないのに育たないで、大変ですわね、本当に。あ、そうだわ、息子さん、忘れるといけないから。はこれ、毎月のもでね、すっかり息子さんにお任せしてあるんだけど、もう少し切り詰められないのかしら、お父様のところの生活。少しでも減ると道を持たせるんだ。うちも救急なのよ。はあ、なんとか。そう考えてくださる？ありがたいわ。でもお父様にそんなことおっしゃらないでね、気になさる。はい。あ、みつこさん、はい、駅ホース、食堂の戸棚の上。悪いけど、なんか食べるもん作ってね。はい。じゃあ、家政婦の代わりってわけ？愛するって、そんなにまでして自分を犠牲にすることなの？獄舎の包み作はの、わずかに死刑囚の目を楽しませるだけ。法案は来ても、ついに私たちの身の上には何の変化もありませんでした。
ただ一つの変化といえば、昨日僕はキリスト教の洗礼を受けたことで、何か今日まで生きてきたことを感謝したい気持ちになります。昨日、今日もバイブルを繰り返し繰り返し読んでいます。ちょっと伺いますが、三十番地は池の向こう側ですね。どうも。参りますが、何かありましたらどうぞお電話。あ、美津子さん、加賀に電話かけてくるわ。まだ間に合うから。はい。うん、そう。え、加賀ちが40度。うん。うん。いや、補正が済んだらすぐ帰るから。レースは戦うのか、戦わないのか、という質問をこの頃非常によく受けます。レースが戦うか否か、それを天気予報のような形で考えるのは誠に危険であります。それよりもそれを決定させる鍵を日本の民衆が握っていると考えることはできないでしょうか。こんな大丈夫なんか言ってよ。たけしが死ぬかどうかっていう時にもう少し神経使ってよ。たけし死んじゃ嫌よ、死んじゃ嫌よ。たけし戦争を始めるのも戦争をやめるのも、すべて人間の意思によって行われたとするならば、なぜ今後の戦争を阻止することができないはずがありましょうか。誰じゃな、あんた。あなたはさっき池のところで。ほうほう、そうだったかな。あの、美智子さんのお父さんでしょうか。なんじゃな、大変だ。あ、僕は夜学で美智子さんと一緒に勉強してるもんですが。ほうほう、夜学で。あ、あの、美智子さんはいつ頃お帰りでしょうか。美智子に何の用ですか。それは直接お目にかかって。何。美智子はうちの大事な嫁ですぞ。嫁？嫁とおっしゃいますと？息子の嫁です。用があんならわしが聞きましょう。たけし。
ね、武志。挟まったわ。もう大丈夫だわ。すみませんね。お兄様たちお疲れになったでしょう。急に年取ったような気がしますよ。本当にご心配でしたでしょう。今までの僕は親父の気持ちも弟の気持ちも本当には分かってやれなかったような気がするんです。持ち直しました。おお、そりゃよかったな。一子さんも昼過ぎには帰ってもらいます。すいませんでした、ご無事させて。このうちに初めて出居してきた時、正一はちょうど武志ぐらいの年でしたね。そんなに昔になるかな。だってお母さんの植えた梅の木がこんなに大きくなったんですからね。そうだな。あの頃僕たち二人ともお父さんに薄暗い頃から叩き起こされて、井戸端で毎朝水を頭からバーッとかけられましたね。そのおかげでお前は今になって世間のお役に立っとるんだ。どうでしょう、たけしのやつ弱虫で困るんですが、お父さんに預かっていただいて、毎朝頭から水をぶっかけてもらいましょうか。いや、それはお前かわいそうだよ、あんな小さい子。だって、あの頃の正一と同じ年なんですよ。うん。うん。うん。しかし。お父さん、5をやりましょうか。何？久しぶりに挑戦します。長生きな。よし。今日は白を取りますよ。ミスコ、世間体というものを考えてくれにはいかんな。若い男が訪ねてきたりしてくれては困る。こんなものを貸したり借りたりするのはやめなさい。返事をせんか、ミスコ。はい。何を考えてる。坊主、迎えに来たか。じゃあ、また一緒に行くか。船でも釣るから。
じゃあ、坊主、向こう待っとれ。お世話になりますそうです。どれをと思いまして。はいはい、世話になったのは帰って年寄りの方です。いつもキャラメルなどいただきましてな。お兄ちゃん行こうよ。かわいいもんですな。もう機関簿で困ってるんです。主人が帰りますまでなんとか育てたいと思いまして。でご主人今モンテンルパにおります。なん先般ですか。刑の宣告を受けまして。そりゃなんとも。いや、わしもあの裁判には不服なり、日本の無罪を捉える国があるという。いや、それにわしは、あんた実に明るい顔をしておられるな。そうですか。子供がおりますし、毎日を生きていくことで一生懸命です。なるほど。それに私、お父ちゃんを信じております。あんた実にしっかりとる。大和なでしこ、ここにありちゃう。一旦返したら妻はどこまでもっと信じなきゃいか、使えなきゃいか。わしはあんたのような人に会えて実に嬉しい。美子さん。はい。失礼します。こんなとこから。お父さんに二度と来てはいけないって言われたもんですか。あのノートは確かに。そうですか。あのずいぶん進んだでしょ、休んでる間に。美津子さん、庄一さんって方がフィリピンにいらっしゃることをお父さんが聞きました。僕は知らなかったんです。あなたはお嬢さんだとばかり思ってたんです。僕は自分の気持ちに矛盾を感じてます。でも言ってしまわないと余計に苦しい。あなたを愛してます、日野さん。それだけです。行って帰るつもりでした。でもあなたの気持ちを聞かせてください。日野さん。なんていうか、つまり今はまだ生きている庄一さんというものを離れた、現在のあなたの境遇を離れたあなたの気持ち、頼みます。愛すること、どんな苦しいことでも僕は耐えていくつもりです。美津子さん、おっしゃってください。でもたとえそんな感情があったとしても何のお役に立つんでしょうか。それが
にかく会社はしばらく休ませてもらいたいんです。しかし困ったな。子供に死に損なわれてからあんたが急に自分というものが大事になってきてね、しばらく考えてみたいんですよ。何を考えるんですか一体。あなたの会社は評判もいいし。いや青臭いことは言いようだが、僕は人間としては成長も未熟なもんでした。今までの僕は弟の気持ちも親父の気持ちも本当には分かってやれなかったような気がするんです。何を叫びたいか、何を叫ばねばならぬかということを考えてみたくなったんですけど。じゃあまあ部長ともよく相談してます。あ、よろしく。はい、じゃあ お姉様、たけしさん、その後。おかげさまで、この間どうも。まあ、おわがなさいよ。あの、お兄様は？出かけてるけど、なんかご用？私、お兄様にお話したいことがあったもんですから。そう。私じゃダメなの？ねえ、息子さん、私伺ったわよ。実は私、驚いちゃったの。あなたに若い男のお友達ができたなんて。息子さん、正一さんのことも考えてあげてくれなくちゃ困るわ。じゃあ何もあなたを正一さんに釘付けにしようって言うんじゃないけれど、今のあなたの立場としては少し慎重さが欠けてやしない？いいえ、私決してそんな。そりゃあなたもお若いんだし無理はないと思うのよ。本当にお気の毒だとも思ってるわ。正一さんはああいうことになるし、いわばまあ未亡人とでも言うような微妙な立場だしね。だけどそういう道場の上に立って私あなたに正一さんの言い名付けとしての誠実さと純潔さを持っててほしいのよ。これお願いしてよ。お姉さん、私ちょっと来てくるわ。美智子さん、欲しいもの取り込んでしょうが。弟の気持ちも親父の気持ちも本当には分かってやれなかったような気がするんです。何を叫びたいか、何を叫ばねばならぬか。どこ行っとった？うん？どうした？胸取るじゃないか。うん？さあ早く着替えなさい。風邪をひくぞ。みつこ。お父様。なんだ。何？そのわからない日を私はいつまでも待っていなければならないでしょうか。何を言うんです、お前は。私はどなたかにはっきり申し上げてしまわない。苦しくて。ミスコ、何です、それは。私は猪野さんが好きです。何？正一さんが刑の宣告を受けたとしてから、いつの間にか私の心の中に猪野さんって方に、私はいけないいけないと自分に強く言い聞かせてきたんです。でももう一人の私があの方にぐいぐい惹かれていったんです。ねえお父様、それは悪いことですか？許されないことですか？フラチョン、教えてください。私は悪い女なんですか？ねえお父様、教えて。よく飲むのね。
嫁か。みつこ。お父様。やらせていただきます。お食事の支度はしてございますから。美津子、帰りにタラコでも買ってきてくれんか。美津子、お前帰ってくるんじゃろな。帰ってくるんじゃな。あの写真が見られるか。もう済んだんです。これからおっしゃってくださいね。ご主人から何か頼りありましたか。いいえ、お父ちゃん字が書けませんもん。まさか。本当ですよ。何しろ根っからの職人でしたからね。でも領域は必ず書けますから、こっちからは出してますけど、お父ちゃんもさぞ書きたいことでしょう。それでも黙って待ってんだね、あんた。だって他にどうしようもないでしょ。君はそれで自分をかわいそうだと思ったことは一度もないの？そりゃ先生、私だってそうだな。僕はあんたに恥ずかしいんだ。なんてことしてるんです先生。いや、僕は今まであなたの本当の苦しみを知らなかったんだよ。ただ通り一遍の見方で、あなたを励ましたな。死ぬのか生きるのか分かんない人を待つってことは、どんなに苦しいことか。お母さんいる？おや、みつこ。しばらくだったね。しばらく。お前どうかしたの？ええ、別に。お父様お帰りない？ええ。正一さんからはその後？うん、あれっきり。そうかい。お母さん、私しばらく泊めてもらうわ。何かあったのかい？私いろいろ考えたいと思って。美津子、美津子、私は何も聞かないよ。でもでも、どうぞこのまま帰っておくれよね。頼むから美津子、かわいい。何があったか知らないけど、辛抱しておくれよ、みつこ。一度差し上げたお前じゃないか。母さんに心配させないで。頼みますよ。
らっしゃいませ。どなたでございますか。あなたは。こんにちから私。あ、どなた。もしもし。あ、みつこさん、あなたどうしたの。お父様お一人でこんなにもいらないと思って少しいただいていこうかと思ってね。あ、バヤさん、お台所のことなんかよく伺ったくていいわよ。はい。お姉様、どうしてバヤさん。だってお年寄りお一人でどうにもなんないでしょ。ちょうど近所の方でどっか気楽なとこで働きたいっていう方があったからお願いしたね。バヤさん、お疲れさっき言ってね。はい。それじゃお姉様は。みつこさん、さっき猪野さんって方来たわよ。え、あんた今まで会ってらしたんじゃないの。お姉様、だって他の男の方のことばっかりそばで考えてるあなたとご一緒じゃお父様だってお気の毒じゃないの。だからあなたにもご自由になっていただく方がお互いのためにいいのよ。私のみつこさんにとった態度少し行き過ぎだったかしら。なんだかあの時妙にカッとしちまって。それでみつこさん里へ帰ったんだね。じゃないかと思いますけど。私もし自分があの人の立場だったらって考えたの。そして正一さんがもしあなただったらって。おい、里ないよ。あら、出てない。ねえ、双子、みつこさんのことはあの人個人の問題だけじゃなく同時に広く現在の世界につながる問題として考えてあげなくちゃいけないと思うんだよ。だってそんな政治家や学者の言うようなことをおっしゃったって結局はあのお父様とあの正一さんにつながるみつこさん個人の問題じゃないの。だから私みつこさんに対して腹が立ってくるのよ。君はやっぱり女だよ。また言われちゃった。よし、用事を済ましたら親父のとこ寄るよ。誰でも気軽に入れるのがモットなのよ。はるちゃん、私決心したの。これから猪野さんのとこ行ってくるわ。本当？よかった。私断然おごってあげる。はるちゃん、ちょっと中入って待ってて。ダメダメ、陸軍職が二人きりだからすっかりいじけてしまって。さあ、もうちょっとハツラツとした姉さんに帰るのよ。街は明るい、二人は若い。はるちゃん、駅よ。じゃあ私、そう、私も忙しいから今度必ずおごるわね。ありがとう。じゃあ元気を出して。どうしたらいいだろう。ねえ、教えてくれたな。私みたいな学問のない女が先生なんていうことも。いや、僕なんかより君の方がずっと人生の真実を知ってるんだ。そのみつこさんっていう人も苦しんでるんだ。本当はね、
その人娘さんなんだよ。君、本当にいつ帰ってくるかもわからない人、迷わず待ってられるの？猪野先生、私はまだお父ちゃんが好きだからこうやって待ってるんです。好きでなかったら私だって何もこんな風にって。それにね先生、お父ちゃんが遠い遠い監獄の中で世界中でたった一人私を頼りにして待ってるかと思った。ねえ先生、お嬢さんのその人もうちのお父ちゃんと同じようにやっぱりお嬢さん一人を頼りに思ってるのかもしれませんよね。きっと若いんでしょうね、その人も先生と同じように。君江さん、僕分かった。先生、どうぞそのお嬢さんを今しばらくそっとしておいてあげてくださいね。そして励ましてあげてください。先生、さようなら。さようなら。ありがとう。僕もモンテンルパの人たちが一日でも早く生きて帰るようにお祈りするよ。ありがとう。キメさん、本当にありがとう。なってる人の子供たちが集まって各国の代表部へ戦犯を即時釈放してもらうようにお願いに回るというんだ。この運動にはもう校長先生も大いにご賛成なんです。ところがあいにくとこの学校には戦犯の家族の子供は一人もおらんのじゃよ。それであんたを思い出したんじゃ。それでうちの領域を。京都先生、どうぞそれだけはお許しになってください。どうしてかね。良一はお父ちゃんが死刑囚だなんてこと知りませんから。しかしそれは。でも今さら子供に引け目を感じさせたくないんです。引け目というのはおかしいな。国家の犠牲としてむしろその死刑囚っていうのは悪いことをしたんでございましょう。いや、あんたのご主人の場合は。良一はお父ちゃんを立派な人だと思ってます。私もそう思ってます。しかしあんたグズグズしてる間にご主人が本当に死刑になるかもしれないよ。悪いことしない人が死刑になるはずありません。先生、私は毎日お父ちゃんに会ってます。ん？私が呼べばお父ちゃんの声が聞こえるんです。この頃は年を取った声になりました。帰ってきても働く力がないかもしれません。何もできない人間になってるかもしれません。そりゃ苦労したでしょうからね。でも私だから、そういうことにならないうちに。いいえ、私待ってます。働いて待つより他に何もできない女ですから。でもそれをお父ちゃんよく知っててくれるんです。しかし、私たちは戦犯家族に対する国民的感情としてだね、その…そりゃ、子供たちがお頼みしたら、その代表部とかいう外国の人たちも泣いてくださるでしょう。でも先生、そんなにまでしてあの子をいじけさせたくないんです。あの子を…お母ちゃん。良一、おいで。先生、見てください。
こんなに元気に幸せに育ってます。この子いじけさせたら私お父ちゃんに叱られます。叱られますよ。そうか、分かった。あんたの言うのが本当かもしれん。どうも先生、勝手なこと言いましてすいません。お母ちゃん、どうしたの今日と先生。なんでもないんだよ。あ、おじちゃんとこのお姉ちゃんだ。あなたのご主人もモンテンルパリ。あなた、美濃先生がおっしゃってたお嬢さん。ええ、美津子です。私美津子です。お嬢さん、こんなにお若いのに。おばさま、お嬢さん、おつらいでしょうね。お母ちゃん、病気帰ってきますよ。なんで聞くよ。二度と来てはならんと言うとったろうが。いえ、僕はもう美津子はおらんよ。え、あの、僕は庄一さんって方が無事お帰りになるよう僕も祈ってます。みつこの屋根入れなさい。はい、よし、あっち行ってみなさい。この手紙はみつこさんに宛てて送るべきものです。みつこさんの思い出が今日までの僕を支えてくれました。でも今の僕は美津子さんに甘えていてはいけないんだ。僕はなぜこのことに気がつかなかったんでしょう。美津子さん、あなたは自由です。美津子さんが一日も早く幸福な結婚をすることを僕は望みます。僕たちは綺麗な交際でした。本当に綺麗な。僕は今もそのことを誇りに思っています。美津子さんの幸福のためにこの死刑囚の暗い影を早く振り落としてほしいのです。僕は今書き終わってとても清々しい気持ちです。みちお、お前この手紙をどう思う？そうですね。お父さん。何？お父さんは正一のこの手紙を素直に信じますか？素直に信じるかというのか。嘘かもしれませんよ、これは。嘘だ。正一はこんなことを書きながら心の中では光子さんにはいつまでも待っててもらいたいのかもしれません。僕にはその方が自然だと思えるんです。何を言うか貴様。これが死を前にした武人の潔い言葉だ。貴様、正一を侮辱するのか。わしは許さんぞ。お父さん、正一は死刑囚です。そしてまだ生きているんです。そんなことは分かっとる。生きている死刑囚だ。何が正一を殺そうとし、何が正一をまだ生かしているんです。そしてその正一をこの国で見守っているのは何です。そ
その代表的なものはお父さんだ。元陸軍少将のお父さんだ。なぜ死ぬなら立派に潔く。正一が日増しにそれを意識するのは当然のことです。人思いに死ねないから、生きているからだ。どうぞ。戦争では随分たくさんの人が死にましたね。本当にたくさんの人たちが。万歳と叫び、それで死ねたんです。死を前にして考える暇も余裕もなかったからです。でも正一の場合は、ここに迫ってくる死を意識しながら生きているんです。美津子さん、美津子さんと叫びながら、あの人に自分から去っていけと言わなければならないなんて、どんなに苦しいことでしょう。お父さんが今泣いているのは、可愛い正一が、ただいつまでも生きててくれと願うお父さんの本当の姿です。お父さん、その声ですよ。この世界に二度と正一のような運命が生まれないようにするのは、その声は戦争で不幸を負った国民が手を取り合ってみんなで生きたい、笑いたいとあげる声は、どんな原子爆弾よりも強いの。お父さん、美津子さん、親父の世話でしたら僕が。美津子、帰ってきてくれたんじゃな。わしと一緒に暮らしてくれるんだな。そうか、そうか。ルパの夜は今日も更けていきます。戦争が生んだ悲劇の人間たち、戦犯死刑囚の夢を包む、静かに更けていきます。しかし静寂の中に慟哭しながら、この人たちの心を必死に叫んでいるんです。差し昇る朝の光を仰うとき、人類、いや命ある全てのものが、なぜ生きることの喜びを感じないはずがありましょうか。教えの平和を、再び戦争のない人類の歴史をと願うのは、この人たち、ささやかしかし全ての声なのです。